子どもの貧困が日本を滅ぼすというタイトルですが、今何が起こっているんでしょうか。日本では6人に1人の子どもが貧困状態にあります。また一人親世帯の貧困率は先進国で最下位です。この本ではそういったデータだけでなく、例えば風俗で働きながら学費を貯めて進学した方、そういった方々へのインタビューを通して子どもの貧困の実態を紹介しています。社会的損失が40兆円も出てしまうとは大変ですよね。40兆円は国の予算の半分に匹敵する規模です。子どもの貧困を放置することで貧困層が拡大し、日本の経済が弱まれば皆様の給料へ影響することも考えられます。それでは一体どうしていったらいいんでしょうか。私たちは貧困の連鎖を止めるためには子どもたちの自立する力を養うことが必要だと考えております。この本では国内外の最先端の事例を紹介しております。